まもなく2日目のプレゼンテーションが始まります。本日も素敵なプレゼンテーターが次々と登場し、内容盛りだくさんのステージをお送りしてまいります。ぜひ皆様ステージの方へとお集まりくださいませ。さあ、まもなく1人目のプレゼンテーターが登場いたします。ぜひステージの近くまでお越しいただけたらと思います。さあ、それでは準備が整ったようです。ご紹介いたしましょう。1組目のプレゼンテーターは、順天町衛星が開く豊かな社会と題しまして、金沢工業大学 KIT 空間情報プロジェクト、白石総一郎様より発表していただきます。それでは白石様、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。皆さんおはようございます。私はですね、金沢工業大学大学院の工学研究科環境土木専攻をしております修士2年生の白石総長と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日はですね、担当教員の鹿田先生の方からですね、指示がありましたので、新設ではありますが、順天町 KIT 空間情報プロジェクト順天町衛星が開く豊かな社会というタイトルで題してご紹介させていただきます。まず最初にですね、当プロジェクトの代表鹿田正明先生に代わりまして、 KIT 空間情報プロジェクトの概要について簡単ですがご紹介させていただきます。そしてその後に今回のテーマであります順天町衛星が開く豊かな社会ということで、簡単についてですが、研究している内容について紹介させていただきます。まずですね、 KIT 空間プロジェクトに関してです。金沢工業大学ではですね、平成17年度に、空間情報をキーワードとした、3つの研究室が、合同の勉強会を開始いたしました。で、まず私の所属しております鹿田研究室は測量や GIS、GNSS などを主に研究しておりまして、その他に徳永研究室、主にリモートセンシングや最近では小型の UAV を使った研究などをしております。そして最後に建築系の下川先生の研究室があります。建築系の下川先生はレーザー計測やビムといった、空間情報に関しての研究をしております。その3つの研究室が一緒になりまして、勉強会ということで年に1回勉強をしようということで、年に1回発表会を行おうということで勉強会というものをスタートさせておりました。その後、私たちの研究室と私たちの地域の企業が一緒に KIT 空間情報プロジェクトというのを発足しております。そしてそのプロジェクトの中でですね、導きのワーキンググループ、そして地上型レーザーのマニュアルワーキンググループに関してが22年に発足されております。また地域の企業の方だけではなくて、地域の地域住民や小学生の方を対象としたカメリアキッズというものを開催、毎年数回開催しております。そして、最後に、空間情報セミナーというのを年に5回から6回開催しております。でこちらのセミナーに関してですが、学生、社会人を問わず、最新の空間情報を学べるようにということで、奇数月の、第4金曜日に固定して年に5回から6回開催いたしております。でこのセミナーに関してですが、測量系の CPD ポイントのプログラムとして認定されております。次に、こちらが、KIT 空間情報プロジェクトの、プロジェクトの概念図となっております。まず、一番左の、図ですが、地域の子ども向けのプログラムとして、カメリアキッズの開いております。そして、左側2番目が、学生の教育、研究の実践ということで、行っております。そして、左から3番目の図が、産学の連携、そして一番右側は、産学連携による、研究と、開発の実践ということを行っております。でこちらがですね、一番右側が、
ワーキンググループ、導きとレーザーのワーキンググループになっておりまして、今回は、導きのワーキンググループで行った結果などを、ご紹介いたします。そして、ここで示しました図にありますように、金沢工業大学は、金沢にあります。そして、地域の、地域の地、知識の地ですが、それの拠点となることを目指して、広く活動を行っております。こちらが実際の、レーザー形式の実践や、空間情報セミナー、カメリアキッズ、そして合同勉強会の写真となっております。まず、地上型レーザーですが、地上型レーザーの標準化に向けた動きが、活発になっておりまして、本大学でも企業の方と学生が、協力して、実証実験を行っております。また、右上の写真は、空間情報セミナーということで、先ほども言いましたが、奇数月の第4金曜日に、開催いたしております。で、今年度は、28企業、約60名の方が、会員で、構成されております。また、左下は、小学生、中小学生のためのサイエンスセミナーということで、大体夏休みのシーズンに、小学生と、1日、1年間に4プログラム程度、組んでおりまして、1日空間情報についてしっかり勉強してもらうという場を設けております。また、右下ですが、こちらが、KIT 空間情報プロジェクトの発端となりました、3研究室合同の勉強会の、写真となっております。そして、産学、ここからは、鹿田研究室と、徳永研究室が取り組んでいる、研究についてご紹介させていただきます。まず、産学連携で行っておりました、順天頂衛星の実証実験ということで、まず、順天頂衛星で盛り上げる金沢というタイトルで、ご紹介させていただきます。まず、REX と L1 政府の、説明ですが、まず REX 信号というのは、センチメートルの測位が行えるようになっております。そこで、自動車運転、自動車の自動運転、近年、結構注目をされていますが、それの、支援の一つになるのではないかと考えております。また、ピンポイントナビゲーション、現在のカーナビゲーションですと、ここら辺まで到着しました、あとは、注意して走行してくださいといったものが、多くあるようですが、レックスを使うとセンチメートルで、場所が分かりますので、ピンポイントで、まさにその場所に到着しましたというふうにナビゲーションできるのではないかなと。そして L1 政府に関してですが、サブメートル級の位置情報でアドバンスド観光 AR による観光支援ということで、新しくアドバンスド観光 AR というのを、つけました。で、こちらも、後でご紹介させていただきます。まず、金沢についての、基本的な情報になります。まず、金沢という町はですね、非常に観光名所が多くある、観光地として有名な場所となっております。有名な場所でいきますと、美術館だったり茶屋街だったり、金沢城や、兼六園といったですね、大変古い町並みが、多く残っております。金沢は、歴史や、風土、伝統文化、食文化、そして、四季折々ですね、大変楽しめる、いつ行っても楽しめる場所となっております。先ほども言いましたが、金沢城や兼六園とする歴史的な町並みや名所が数多く残っております。そこで、金沢を観光するにあたって、問題点がいくつか発生しています。まず、金沢城というのは、金沢周辺ですが、坂や一方通行の場所が大変多く残っております。で、そういう場所を観光する場合、歩いた場合でも車での移動でも少し不便なことが多々あります。また問題点2つ目としましては、大変多くの観光地がありますよって、ガイドブックなどに載らない詳細な情報が載っていないなど、また常に観光情報が更新されていきますので、新しい観光情報を提供しきれていないというのが現状として挙げられております。そこでまず1つ目ですが、坂や、一方通行の場所などといった場所は、REX による、自動運転の支援で、解消しようではないかと。で、ピンポイントナビゲーションで、
そういうのを解消しようではないかと考えております。まずこちらがですね、自動運転の可能性ということで、レックスによる測定を行った実験結果となっております。こちらは、金沢と富山の高速道路を走行した軌跡となっておりまして、一部取れていない場所もあるんですが、青いラインがフィックスということで安定した結果を得ているラインとなっております。でこうやって見ていただくと、かなりな部分で、安定して計測することができていると。でこの計測した結果はもちろん、ちょっと走行しておりますので、センチメートルとは言いませんが、かなりの精度を持った軌跡を描く精度を持った位置情報を取得できているという結果を得ております。でこちらが、動画となっております。高速を走行しておりまして、その時も、正確な位置情報を取得しているという結果が得られております。また、ですね、こちら、背景地図は、国土地理院さんの方の基盤地図情報を使用しておりまして、どちらの、道を走っているかというのが、取得できるということで、レックス、こちらの、計測技術だけでは、自動運転は不可能ですが、こういう技術と、最新の空間情報技術を取り入れることで、自動運転も可能になるのではないかというふうに考えております。次にですね、問題点2つ目として、詳細かつ最新の観光情報を提供しきれていないという部分があります。で、こちらはですね、L1 政府によって、解消することができるのではないかと考えております。まず1つ目が、サブメートル急速位で、アドバンスド観光 AR による観光支援、そして、AR の特性上の、詳細かつ最新の観光情報を提供するという点です。まず、現状といたしましては、GPS 単独測位ですと、実際の位置と iPhone 上で示す位置というのがどうしてもギャップが発生しているのが、現状として挙げられます。その、実際のズレというものが、小さい場合はタグが表示されていない機能があるんですが、小さい場合だと問題なく表示されるんですが、場所や環境によってこういうズレが発生しております。でもう一つ問題点がありまして、大きな対象物の場合は現在の GPS の精度も十分に使用できております。しかしながら小さい対象物の場合は位置精度が悪いために、実際の対象物との位置と GPS による測位の結果がに誤差が発生しているということが挙げられております。そしてこちらのに関しては、精度が向上すればより充実した観光ナビゲーションとして利用できるのではないかと考えております。まず左側の図のような金沢城のような大きなものでは現在の GPS の精度も十分対応しきれております。しかしながら右側の図、これは石なんですが、こちらガッポ石と言われるもので、侍の下駄の雪を落とすときに使用したものなんですが、これも貴重な観光資源の一つと私は考えているんですが、こういうものを紹介されているものがあまりありません。でこういうのを紹介しようとすると、 AR では従来の AR では GPS の精度が不十分なため紹介することができないといった問題点が挙げられておりました。でこちらが L1 政府による、位置精度の実験の結果なんですが、黄色い線が、従来の VRS-GPS と呼ばれる、高精度の測量用の機材を使った、測量結果となります。でこちらが、センチメートルで計測できている結果でありまして、L1 政府と単独測位が、青と赤の軌跡となっております。赤の軌跡が一般的な単独測位ですので、 L1 政府による測位と比べた場合、かなり高精度化が図られているということが分かるかと思います。 L1 政府を使用することで、小さい対象物でも精度が向上しまして、誤差が減少するのではないかということが分かります。そしてL1 政府によって大きいものは十分だったんですが、 L1 政府により小さいものも計測できるようになると考えております。ま
また最初に言いましたが、 AR の特性上から、まあ、観光の最新情報ですね、観光情報を提供することは可能であり、より充実した観光ナビゲーションとして機能するというふうに考えております。で、ですね、北陸新幹線も、再来年開業いたしますので、ぜひ観光をするために金沢に来ていただけたら嬉しいかなと私は考えております。そして、最初にも言いましたが、こちら2つの問題点がありました。しかし、まあ、順天町衛星 3P のですね、利活用で快適な観光が期待できると考えております。最後となりましたが、KIT 空間プロジェクトについて、プロジェクトのお誘いについてのご案内をさせていただきます。KIT 空間、プロジェクトはですね、原則としまして、北陸地方の方々を対象としておりますが、その他の地域からも、大変多くの企業や、人が、参加されております。本日、ご来場の方で、KIT 空間情報プロジェクトに参加したいと、参加されたい方はですね、KIT 空間プロジェクトのブース、あちらにございますので、そちらにお越しいただくか、または、このスライドに書いてあります連絡先に、ご連絡ください。ありがとうございました。それではこちらでは次回のプレゼンの準備に入らせていただきます。皆様少々お待ちくださいませ。